イートンカレッジ、イートンカレッジ、イートンカレッジ、または、イートン校。正式名称、キング・エスカレッジ・オブ・アワー・レディ・オブ・イートン・ビサイド・ウィンザーは、1440年に創設された、英国の男子全寮制のパブリックスクール、ロンドン西高に位置する。王室のある町ウィンザーとは、テムズ川を渡って対岸に位置する、バークシャー州イートンに、 広大な学校敷地を持ち、ゴシック様式の校舎や礼拝堂、歴史博物館などが軒を並べる。各界に多くの著名人を輩出し、特に過去19人の首相を出している、英国一の名門校とされている。イートンカレッジの生徒は13歳から18歳までの少年約1300人ほど、1学年あたり250人ほどで、学費は、 年3万4千ポンドに達する。そのうち試験によって、1学年で14人ほどだけが、学費の10%を賄う奨学金を受け、王の学と、一般には、カレッジャーと呼ばれ、カレッジに住むことができる。これは元来、学校がイングランド王ヘンリー6世の創設によるもので、当時は1学年14人、全校で70人で、全員が王によって、学費を保障されていたことにちなむ。 残りの生徒は、ハウスに住み、オピダンズ、アピーデンズと呼ばれる、オピダンズとは、町の子の意味。ラテン語の、町、オピドゥム、アピダムにちなみ、かつて七十人から徐々に増えていった、分の生徒は、イートンの対岸のウィンザーの町の下宿から通っていた、ことによる。後に、マナーの教育を徹底させるため、ハウスという寮に入れることになった。多くのハウスがあり、 それらはハウスに生徒と共に住んでいる教師、寮長のイニシャルを取って呼ばれている。イートン・カレッジは、イギリスの各界主導層を構成している OB、どんなイタちチの存在で有名であり、また独自の用語や伝統が数多く残されていることでも知られる。特に黒の演技服、直キ、ファルスカラー、ピンストライプのズボンにタイという制服は、今も変わらず、異彩を放っている。 現在の制服は、ジョージ3世の葬儀の際に、模服として着られ、そのまま定着したものである。また、校内で属する集団、ポップと呼ばれる指導的立場の生徒集団、シックスフォルムセレクトと呼ばれる成績優秀者集団などによって、直気のボタンやズボンなど細部異なっているので、どういう集団の一員かが一目でわかる。王の学徒は、黒いガウンを着ることが要求される。 他に、特徴的な伝統は、イートンウォールゲーム、サッカーに似た球技という二つの球技である。1440年、ヘンリー6世により創立。元は70人の貧しい少年たちに、無料で学問を施すために設立された。彼らは、その後、ケンブリッジ大学のキングスカレッジ、同じく、ヘンリー6世が1441年に立したに、進学することとなる。 イートンカレッジ設立の際、学生の半分と校長は、ウィンチェスターカレッジ、ウィンチェスター校、1382年創立から連れて来られ、以後ウィンチェスターカレッジを手本にイートンカレッジは成長し、17世紀には人気のある学校となった。ヘンリー六世は学校に多大な寄付をした。広大な敷地、驚くべき規模の建物、いくつかの聖遺物、おそらく、 正十字架の一部やウバラの冠の一部などである。また、教皇を説得して、生徒に、イングランド内で、聖母秘書店の祭日に苦行者に、職友状を発行できる特権を与えさせた。しかし、ヘンリー6世が1461年にエドワード4世によって、追放された後、 エドワード4世は学校に対するすべての寄付を破棄して、資産や生遺物のほとんどをテムズ川対岸のウィンザー城の政治維持礼拝堂に持ち去った。伝説では、エドワードの愛人であったジェーン・ショアが学校に介入して多くのものを守ったが、王の遺産と教師の数は非常に削られた。資産も奪われ、しかも壮大な校舎がまだ建設中だったため、財政は 極めて厳しくなった。礼拝堂や校舎の計画を縮小しつつ、多くの聖職者や貴族らが寄付をして、建築は進められ、その際寄付者の名前が栄誉を称えて、校舎のあちこちに着くこととなった。19世紀、測量技師としてイートに来た建築家、ジョン・ショー・ジュニアは、生徒の生活改善のためカレッジの新しい一部を建設した。 ナポレオンを破った著名な軍人である、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーが、といった話は広く知られている。しかし、ウェルズリーは、イートン・カレッジに入学したが、学費不足と不熱心さのため退学しており、このセリフは実際は、英国で生まれた、フランス人で、19世紀のリベラルなカトリック指導者、シャルル・ド・モンタラン・ベール伯爵のものである。もっとも、ウェルズリーが、 イートンカレッジで人気があったのは、みで、彼は、晩年何度も、イートンを訪れている。東京都立日比谷高等学校、京都府立洛北高等学校、附属中学校、熊本県立熊本高等学校、愛知県立カリア高等学校、武蔵中学校、高等学校、早稲田中学校、高等学校、三田学園中学校、高等学校など、 戦前の旧制時代からイートン校内し、パブリックスクールをモデルにしていると称する学校は日本に数多い。中でも愛知県立刈谷高等学校は初代校長、ハブ隆カがイートンに学べ、東洋のイートンタれ、と掲げ学校運営を行ったため、野球を禁じてサッカーとマラソンを講技とし、生徒用の寄宿舎を同校の敷地内に整備した現在はない。 同校は1988年以来、イートン校と正式に交換留学を行っている。現在でも、愛知県甘郡市の海洋学園、三重県の青山高等学校、桜ヶ丘中学校、高等学校、兵庫県の自由が丘高等学校、石川県の旧諦め館中学校、高等学校など数多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。